三倉島港、付近ランドサット衛星写真三倉島村は、東京都の島所部に位置する村。伊豆諸島中部の三倉島及び無人島の稲田端島を、村域とする。東京都の島所町村域には、軍政が施行されていないため、東京都三倉島村が正式な表記である。所管する、都の行政出先機関は、三宅市長。三倉島は、 東京都心の南約2 0 0トルの太平洋上に浮かぶ断崖絶壁の伊豆諸島の島である。稲田端を含む村域の面積は20.58平方キロメートル、世帯数は173世帯、人口は331人である。最高峰のお山は標高851メートルである。住所は村役場周辺の入金カネ及び南東側の 南郷を除きすべて無番地である。2016年10月1日現在で過疎地域に属さない市町村で最も人口が少ない。村長三倉島村は戸籍が原産化されていない最後の自治体だったが、2020年に完了した。衆議院都政三倉島小中学校現在はいるか巨木を中心とした観光業がメインだが、2020年現在、 島に存在する宿泊施設は、村営ミクラ層、お宿西川、山中、ゲストハウス三富、宿丸井、民宿鉄砲場、ここ空の7県と村営のバンガローが7棟あるのみで、ある。そのため村の観光協会では、宿泊の予約がない人は上陸できない旨の通知を出している。島内全域が国立公園であるため、キャンプは禁止されている。また、 定期船の就航率が高くないため、日帰りは基本的にできないとしている。島内には、食料品及び生活用品を扱う商店が2軒と、土産物屋1軒、また、農業協の購買部がある。飲食店は、山屋、冠、ブリ、福丸商店の3軒となっている。また、クレジットカードが使える店舗が含まる商店以外には存在せず、 夜18時を過ぎると、島内の店舗はすべて営業時間外となる。データは2019年11月現在。郵便番号は、村全域が100-1301である。三倉島港に接岸中の立花丸村内に、国道はない。また、都道については、東京都道223号三倉島環状線がある。村内を営業区域とするバス路線、タクシー業者、 レンタカー業者はない。ありがとうございます。